続いては志望動機編ということで、清中さんが今行きたい業界 X あるうちの一つがコンサルティングということで、そちらの架空の会社の志望動機を今からお話しいただいてフィードバックいただけたらなっていうふうに思っております、はい。福田商事株式会社コンサルティング部門部門長の南と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず弊社を志望した動機を教えてください。一つはまず自分の強みを生かせるっていうところがありまして、私の強みは行動力であったり周囲を巻き込む力っていうのが強みでありまして、子どもの貧困をテーマにした取り仕切った活動も成功できたのは私のその周囲を巻き込む力が大いに生かせたからと考えていまして、コンサルティング業界も常にチームで課題解決まで行う業界なので、そういった力が生かせるのではないかなと考えています。2点目としては数字を見る力であったりデータ分析力っていう、そういった力が身につけられるからと考えています。そういった力を身につけることでどこでも通用するスキルなのではないかなと考えています。コンサルティング以外も受けてますか？業界で言うとどこ受けてますか？メーカーと専門商社です。なるほど。じゃあ逆に質問なんですけど、メーカーと専門商社には周囲を巻き込む力や数字を見る力は必要ないってことですか？そうです。結論から言うと必要ですね。そうですね。コンサルティング業界の志望動機なくないですか？なるほど。じゃあそもそもなんですけど、コンサルティングの仕事とメーカーなどの会社の仕事の違いは何だと思いますか？私が志望している営業職で言ったら、コンサルティング業界から説明すると、まずはお客さんにヒアリングをして、でそれに対して課題を見つけて、そこから何が必要なのかを探していって、結果的にこういう解決策っていうのがお客さんには必要だろうっていうことを提案していくことが仕事だと思っています。メーカーですと会社の名前を背負って自社の製品を販売することができるっていうのは一つの大きな特徴かなと思っていて、ざっくりどんなメーカー志望なんですか？部品を作る系とか、あと鉄鋼系とか。ああ、 B2B なんですね。結構珍しいと思うんですけど、はい、2B のメーカーを志望したいっていうことなんですか？実際に知人の下でメーカー営業を担当したっていうのもあって、それを経験した時に、それその 2C2B どっちですか？2B で学生で営業、はいはい、珍しいですね。その話したもんじゃないですか？営業系の職種を希望する場合はそっちの ES を出していて、要は相手の課題を解決するっていう意味では仕事は本質は全部一緒なので、別に 2B 向けの営業してるから 2B 向けのメーカーの話だけにしようとかじゃなくて、そもそも相手の課題を解決しようとする姿勢とか、それに対する取り組みっていうのは全部に共通してる話なので、別にどの会社だろうとその課題を解決しようとしたことの取り組みっていうのは価値があることなので、はい、別にこれだからこうっていう風な公式を当てはめるのは違います、ね。どっちかっていうとエピソードを選ぶというよりも、自分が本気で壁にぶつかりながらも立ち向かって挫折もして悔しい思いをして辛かったけど逃げずに立ち向かったっていう、そのエピソードが欲しい。そこに廣中さんの人間性が出るから一番。逆にそうじゃなかったら人間性出ないんですよ。薄っぺらいエピソードになっちゃうから。だから業界に合わせるってことじゃなくて、自分自身が一番辛い思いをしたものを選んでください。ということでですね、はい、志望動機を今お話しいただいたんですけども、丸×の札を上げていただいてもいいですか？はい、圧倒的パスです。反省点は何ですか？志望動機は明確じゃないっていうこと。はい、明確じゃない。民心になってない。あ2点挙げてくれたけど、はい、1点目が自分の強みを生かせ、2点目が数字を見れるって言いましたよね。1点目の中にもさらに分岐してるし、もうバラッバラロジックツリーの階層って話がありました。わかります？バスケの例で言うと、バスケットボールで勝ちたいっていう目標があって、そこから分岐して、コートの中の工夫で言うと、例えば、司令塔 PG がやること、フォワードがやることっていうわけで、ここから分岐していくわけですね。で、コートの外では、広報活動の新入生活動の方っていうふうな分岐していくやつが、なぜこれ美しいかっていうと、階層が揃ってるからなんですね。で、今回の話で言うと、2点ありますって言って分岐した時の、階層が揃ってないんですよ。私は説明不足っていうのがありますよね。あ、だからトレーニング不足です。場数があれば、全部頭にもうこびりついてるから、だって100回言えばさ、100回忘れるわけないじゃん。そうですね。ただ、浅いんだ、経験が。そうですね。はい。はい、浅いです。じゃあちょっと続きちょっとやっていいですか？業界の話は聞いたんで、いろいろある会社の中でもなぜ福田商事株式会社コンサルティングを志望しているか教えてください。コンサルティング業界の中で珍しい IT を導入したコンサルティングっていう方法があって、例えば私がインターン参加した際にクライアントさんにヒアリングを行って、ヒアリングを行った内容に対してどういった解決方法があるのかも考えていく上で、例えばこういうアプリを導入した方がより解決策に導けるだろうとか、 IT を活用して行うっていうコンサルティングの方法があって、これは他社と比べても珍しいかなと思ってます。ちなみに弊社に社員訪問などはしてましたか？しました。社員さんと話す機会はありました。何人と会いました？合計6人くらいと話す機会ありました。めっちゃあったんですね。5日間のインターンだったので。インターンの内容をざっくりどんな感じだったの？あるクライアントさんに対して5日間を通して1つの新規事業を提案する。1人で1回も言ったんですか？そうですね。で、新規事業を考えたんですか？
あ、そうです。なるほど、はい、で、フィードバックはどんな感じ？いい点はまずアイデア性であったりとか、あとは度胸みたいなところでいい点として言われて、悪い点としてはアイデアを出すまでに私なりの工程はあるんですけど、それを言葉にするのがちょっと苦手で、説得力というところが欠けているから、そこの人がいいねっていうことでフィードバックいただきました。6人に共通している部分とか何かありました？特に感じたのは、一人一人をよく見ているっていうことと、あとは常に話していても話し方に一貫性があるっていうことは感じました。他の会社にも社員訪問してるんですか？同じ業界では一人二人はしていますけど、他の業界ではまだないです。以上、わかりました。ということで、はい、より具体的な志望動機はいかがでしたでしょうか？札の方をお願いします。はい、バツです。はい、実際どうしたんですか？振り返って、すぐに言語化するのがちょっと苦手で、パッと聞かれた時に志望動機とかなかなか答えられないんですよね。そもそも相手は機械ですか、人間ですか？人間です。変に正解を求めようとしちゃってるんだよね。正解があると思ってるし、正解じゃないとダメだっていうふうに思い込んじゃってる。正解なんてないんだよ。最初に社員の話持ってきた方がいいです。なるほど。もうそもそもなぜコンサルティング業界なのかとか、なぜ御社なのかっていう話においても、この社員の話をまず最初に持ってきた方がよっぽど分かりやすい。具体的だし、コピペできない志望動機ってのがすごい大事 で、うんうん、でコピペできない経験っていうと、社員6人に会ったっていう経験がすごい、それはさ、自分にしかできない経験なわけじゃん、うんうん、それをまず最初に話すべき、うん、でそのコンサルティング業界を志望する理由を聞かれたとしても、その社員6人に会った経験、正直言うと本当にコンサルティング業界を目指すんだったら、他の会社も何社か OB 訪問、社員訪問して、でコンサルティング業界に何人も社員訪問した状態で、コンサルティング業界に興味を持ちましたって話をして、次になぜこの会社なのかってことで、その6人の話をするっていう。あ、そうですね。他の会社にも会ってないっていうのは、本当にコンサルティング業界心から志望してるのかなっていう疑問。あ、なるほど。それは私が他のメーカーとか専門商社に本当に行きたいなって聞かれても、多分同じ答えだと思うので、はい、それはまず人に会ってみるべき。その通りです。はい。ちなみになんですけど、はい、行きたい企業とか業界ない人がほとんどだと個人的には思ってて、そういう場合の志望動機ってどうしても弱くなると思うんですけど、はい、そういう場合どうすればいいとかってありますか？はい、シンプルにまずは人に会いまくれっていう話で、人に会わないともう分かんない。説明会とかって本当に表面上の話しかしないので、社員と会ってください。社員と会う方法は、大学の中にいる1校や2校の先輩で仲いい人いるじゃないですか。まずはその先輩から紹介してもらって、数珠つなぎに進んでいくのが一番いいです。あ、それも一つの問題で、それ自分の先輩でその会社に行った人がいなくて、あ、アルバイトとかしてないですか？してます。違う大学とか絡む機会ありますよね。あります、あります。同じ大学じゃないといけないっていうのは幻想なんで関係ないです。だって僕東京理科大学なんで、僕は博報堂行ったんですけど、博報堂に入社しても3年に1人とかでしたよ。あ、なるほど。関係ないです。あ、ちなみにおすすめの方法があって、会社ホームページ調べて役員の名前とか出てるので、それコピペして Facebook で調べてメッセージ送ったら大体会います。そうなんですよ。これね、本当にそうなのにみんな絶対やらないんですよ。学生 99.9% はやらない。やっぱマインドを変えてほしくて、自分の人生かかっ出ますよね。そうですね。自分の人生かかってるんだったら必死になってください。プライドなんていらないです。別にメッセージ送って無視されても断られても何かダメージありますか？被害被りますか？100万円払って言われますか？やれないです。何も損がないんです。何も損がないのにそれをやらないとおかしいんです。そうですね。だけど 99.9% の人はやらないんです。やっぱり中高の経験で問題を出されて、問題には正解があって、正解を書かないと100点にならない、正解以外を書いたら減点されるっていう体験談があるから、これはやっちゃいけないとか、これは減点されるみたいな洗脳にかかってるんですけど、人生に減点ないから断られても何もダメージはない。1回断られても3回目 OK の時とかありますよ。そう、だから恋愛と一緒なんですよ。本当に本気で好きっていうのさ、あったらさ、別に1回目2回目断っても3回目で心揺らぐことがあるんですよ。だから正解があると思わない方がいい。正解はないし、感情で動くからみんな。今回の仕事で言うと、やっぱりすげえ良かったのは、6人と会って共通点として一人一人をしっかりじっくり見ているっていうのが嬉しかったわけじゃん。この仕事って言ってくれたら、あ、ちゃんと本気なんだな、こっちも分かるんで、これをもっと深掘りするといいと思う。最初にこれ出すべきだったし。そうですね。っていう意味で言うと、これのフィードバックってすごい基本的な話なので、じゃあ、場数が足りないんだなっていう、模擬面接すらしないんだなっていうのが分かってしまう。そうです。模擬面接してないんだったら、本当にそれ志望してるぞっていうふうに疑問を持つ。OB、OG 訪問するときに、その模擬面接をしてもらうっていうのも一つの練習です。僕がいつもやったのは、最初に1分間で僕が自己 PR、自己紹介するので、2、3問面接形式でちょっと聞いてもらえませんかっていうので、自己紹介兼ねて模擬面接をやってた。それで100人ぐらいやったんで、場数がもう違うんですよ。わかりました。はい。それめちゃくちゃやります。もちろん、他の会社もやってください。あ、わかりました。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこのチャンネルは、キャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。
就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。